魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。わかった。お待たせ。全部あるね。あれ、相場よりも高くないか。せめてものお礼の気持ちさ。それならば受け取らんと失礼だ。そうだな。水車の交換部品だが、ちょっと時間がかかるが。ありがとうございます。こちらはお礼です。ああ、疲れたな。そこの広場の噴水なんだが、中のポンプが故障しているのだろう。ああ、多分そうだろう。わかった、引き受けよう。どの仕事を紹介しようか。洋館の執事から依頼が来てるぞ。ちょっと変わった魔物について相談があるらしいんだが。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから。
私の彼氏がどこにいるか知らない？悪いけど。そりゃそうよね、5年以上も前に別れてから。ねえ、彼がどこにいるか探してきてくれないかしら。まあ俺にできることなら何でもやるが。派手な黄金の首輪をつけているのよ。闇雲に探しても仕方あるまい。最近はどうも疲れやすい。ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は？そうそう、崖の村はわかるわよね。ああ、それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。いえ、魔王の城の鍵の名前。そうね。すごい。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教える。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。そう、分かったわ。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村か。気がめいることだな。ああ、あの黄金の首輪をつけていた青年。神話の森か。私が店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村は。カイネ、心配するな。俺たちが守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。
黄金の首輪をつけた青年だと？何か心当たりがあるのか？大ありだとも。奴は俺の女房と駆け落ちしやがったのだぞ。その人にはすでに彼女がいるんだけど。そんなことは知らん。それは誰かが海岸の町で見かけたとは言ってたけど、首輪の男は海岸の町に逃げたみたいだな。もう生きていても仕方がない。魔物じゃないなら俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんです。知らない。手紙など。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。
リへ出る前にはちゃんと。また買いに来てくださいね。いらっしゃい。また買いに来ておくれ。手紙。手紙か。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだ。噂には聞いてるよ。しかも。そうか。全滅。全滅。全滅。シロ。わかっておる。守るだ。罠か。見ろ。我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな。他にもいるはずだ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまね。祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カイネさんの村の人たち魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない。人間も混じってる。この村は終わった。もういや、誰にも会いたくない。そんな武器なんて下ろして。お願いだから。誰が人間なんだ。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。俺たちは魔物じゃない。助けてくれ。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ。騙されるな。姉さん。姉さん。お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。カイネ。なんだこれは。これでは我らの方が。カイネさん、危ない。殺せ。こいつらを殺すんだ。お願い、やめてください。
僕たちをあなた方を魔物から守ろうと。やめてください、お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立ってくれ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。倒せ。くそ、カイネ、起きてくれ。エミール、カイネを頼んだ。わかりました。お前たちさえいなければ。あの黒い渦は。
魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。球体の中心から何かを感じるぞ。した魔物の力、この式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。この目の中心から魔力を感じるぞ。素早さだ。倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。
奴の中心に魔力を集中させよう。集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここ任せて、奴の後ろに回り込むぞ。下からでは狙えん。もっと近づくのだ。奴は奥に逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。わかった。エミー、あまり無理をするな。奴の生命力は侮れぬということだ。
さねば拉致が明かねぞ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。
Thank you.